はい、どうも、イズログです。この動画では、住み込みのバイトが終わり、香川から秋田まで戻る道中をこうなんか、だらだら喋る動画です。でこれからですね、香川から秋田に帰る道中をちょっと振り返ってみようと思います。で、こちらがですね、最後の、バイトが終わった最後の旅行の海ですね。で、そして、これが、宇の直島間の最後の片道切符です。で、まあ、給油したんですけど、やっぱりウクライナとロシアの戦争の影響から一旦あたり160円の高く、で、この後高速乗ったんですけど、まあ、独身のおっさんがですね、恋人岬を怪我すという愚行をし、まあ、そこで富山県名物の黒いラーメンですね、これ食べました。めちゃくちゃ美味しいですね。で高速でも給油しましたが、リッターあたりが188円とこうバカ高いですね。まあ、この後省略して愛しの我が家に着いたんですが、まあ、なんかおかしいと、まあ、これ写真の右側を見ると、ハテナマークみたいな感じになります。で、まあ、何が起きたかっていうと、雪の重みで、おそらくあの風除室が崩壊した感じですね。これびっくりしましたね。まあ、これちょっと危ないところだけ、ノコギリっていうかサンダーだったかな、丸ノコで慌てて切って、まあ、こんな感じにしました。まあ、別アングルからで、なるべく危ないところだけを切って落としたんですが、この時にですね、釘を丸ノコで切りすぎまして、丸のこの歯が死んでますね。あ、ちょっとこれ痛いですね。で、まあ本当にやれなくちゃいけないのは、まず水道の修理ですね。去年これでオープンできなかったんで、まあ、で見積もり上を節約しなくちゃいけないのはここですね。既存の蛇口の解体というのは1万1000円かかるらしいんですよ。というか見積もりに1個につき1万1000円って書いてあったんですよ。これやってらんねえなと思って、これさすがに自分でやってみようと思ったらあっけなくできたんですよ。で、この水洗プラグっていうのがあって、で、これ現品なかったのが痛いっすよね。あの地元のホームセンターで。で、これ外した蛇口です。でこれ外すのはいいんですけど、つけるときにあんまりきつく締めすぎると、あの奥っていうか水道管ですね、あれバキって折るのが痛いんで、それだけちょっと気をつけました。で、まあ、自分で外したらこんな感じになったので、まあ、これで1万1000円が節約できた感じです。現品さえあれば、この左隣の蛇口もできたはずなんですよね。現品ないのが痛い。なんでかっていうと、この翌日が見積もりだったんですよね。はい、で、まあ、外はこんな感じです。まあ、特にあの柱ですね。屋根を支えてた柱がシロアリに食われてて、まあ、スカスカだったから、まあ、これは崩壊すべくして崩壊したんでしょうね。はい、まあ、別アングルからです。これ、まあ、お隣さんに迷惑をかけていたので、まあ、恐縮です。まあ、冬場、住み込みバイトを行くか行かないかの分岐点に来てるっていう感じの、現象というか、そういうことをこの家に問われてるんじゃないかって僕は思ってます。はい、貧乏飯ですね。まあ、インスタントラーメンでこんな感じです。あれ、丼ですね、鍋は。で、これがまあ、片付かない去年からのそのままの資材置き場です。まあシェアハウスをやってる大工さんからもらった建材に使うかがポイントですね。はい、でこれ書斎です。ここを共有スペースにするのか部屋にするのかが未だに決心ついてないです。でもまあ部屋にしようかなっていう感じです。はい。まあここが床の間なんですけど、床の間っていうのかな。まあ、多分僕のスペースになるかなっていう感じですね。一番奥の壁のところに2段ベッド作って、そこで寝る感じです、俺が。部屋数ないんで。で、この OK 重要で、画面、写真、上部がトイレです。で、何が重要かって言ったら、まだこの時点でトイレが直ってないんですよ。
2年間、2020年7月に購入したいこの家なんですけど、水道管2年間契約してないんで破裂しっぱなしだったから、外の雨水を用を足した時に、流すように使ってます。そんな37歳のおっちゃんです、私。はい。で、これがユーザー車検のために、ノーマルからスタッドレスに履き替えてる時の写真ですね。まあ今年、この写真撮った年が、まあ、愛車エブリィちゃんの車検だったので、まあそこはケチってユーザー車検です。はい。で、これはスタッドレスに履き替えてる最中ですね。アマゾンで買ったインパクトだったっけ？インパクトソケットレンチですね。やっぱりこういうところで節約していかないときついっす。ディーラー車検通してる余裕ないっすね。はい。で、こっち秋田県の土地勘がないんでわかんないんですけど、これですね、テスター屋が1軒しか見つけられなくて、そこでやりました。で、これ、テスター1800円って安いと思うんですよ。東京にいた時に、まあ、この家買う前ですけど、東京のテスター屋は確かね、5500円取られたと思います。その場で、自賠責も確か更新してくれたんですけどね。はい。で、これがですね、ユーザー車検用の検査証です。検査表ですね。まあ、12ヶ月点検とあんまり変わらない項目です。で、この時、キャリパーのボルトが緩んでて、一回落ちてます、俺。で、その時に、もう一回締め直して、もう一回通して受かってます。で、これが何やったかっつったら、その車検通す時って、なんかね、切手を買うんですよ。証書だっけ。あれを本来ここは貼っちゃいけないんですけど、まあ貼っちゃいましたね。そういう愚行をしたら、優しくお姉さんがですね、これ違いますよって言いながら、まあ剥がしてくれました。で、エブリィちゃんも14万キロ走るんで、デフからの異音がしてます。で、これも直らないんで、まあ、廃車にはまだできず、金がないから。なので、まあ、外ゴミプレスオープンまでまだちょっと荷物運んでもらわないとダメなんで、まあ、問題山積みです。はい。で、次回の動画は、こんな感じが始まります。まあ、いつも通りっすよね。屋根の解体です。風除室のトタンを外す退屈な動画が始まります。まあ、これから今年こそね、外ゴミプレスオープンしてきますんで、よろしくお願いします。